はい、毎度です。この前僕はね、18金カレーを食べました。ピンクのやつ。あれ、むっちゃ辛かった。ということで、今回は、じゃーん、白の18金カレーでございます。この白の方がね、辛いみたい。赤が元祖で白は痛いって書いた。いや、赤も大概痛かったっすけど。まあいいや。ということでね、これ18金、これチキンカレーです。はい。これをね、早速今日は食べるものがなかって、倍なんか食べるものを探したんですけど、この18金カレーしかなくて、これをしぶしぶ食べます。これ食ったら体の調子悪くなるんよ、辛すぎて。辛いもの好きのね、クソシバとしてはね、これはね、通らんだかん道やと思ってるんです。なんかもう他のね、YouTube で、ゲー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 とか言うてるけどね、僕からしたら、ペロリン、ペロリン、甘い、ペロリンって食うからね。はい。ということでね、これ、出来上がりました、18金カレー。こんな感じです。美味しそうでしょ？これ、見た目はね。これね、いくらやと思います？ 2000円近くするぼったくり商品。これでまずかった、僕はね、ジャロにチクる。これね、いきます。待って、これ湯気がさ、いきます。いただきます。美味しそうな感じで、いただきます。これね、これはまずい、これはやばい、やばいやつ、あかんですね、これ無理っす、無理っす、あのね、ほんま無理っす、こんなに辛いと。このね、原因はですね、今からですね、冷凍保存したいと思います。ちょっと食えないっす、僕無理っす、これやばい、食えん、やばかった、死ぬと思った、マジで死ぬと思った、あーやば、厳重に冷凍しまして、まあ食べる人は大体予想がつくと思うんですけど、しかるべき人にね、これを食べていただこうと思います、私。今日のクソシバはギブアップです。はい。マジやばいからこれ。この前の赤は辛いけど食べれた。しかも旨味を感じれたんです。うま辛いみたいな。これただただ痛いだけ。痛い。チキンのうまみも何もないからもう痛いで、もう今僕味覚が麻痺して、とりあえず牛乳を全部飲んでしまったことと、でちょっと辛かった僕この卵をね入れて、ここに入れて薄めて食うだろう思ったんです、作戦的には。けどもうそんな戦いをもう無理なんですよ。歴然としたもう相手はプロなんですよ、わかります？このなんていうかな、もう、ね、覇気の違いですよ、ワンピースで言うと。ね。ロギア系のやつに覇気のないやつが戦うみたいな感じですわ。もう無理。無理です。これは覇気をたくさん持っている匠さんに食っていただきたいと思います。これは冷凍しておきます。ごちそうさまでした。これマジやばいです。絶対買わん方がいいです。なんでかっていうと、なんでかっていうと、2100円も出してこんな辛い思いしたくない。2200円出したらもっと美味しいカレー食えるし、もっと気分よくなれるのに、これなんで痛みと涙と鼻水と、全て出てくんのって感じですね。お金も出てきましたけど。